小菅健之助小菅健之助昭和19年3月6日は、将棋騎士、実業家、国会議員。八代、伊藤隆史陰門家。愛知県名古屋市出身。将棋界が、近代の形へ移っていく最初期の騎士であり、近代将棋界を確立した、関根金次郎の兄弟主であるが、各地に、将棋組織が乱立し、 その統一で揉めた一連の過渡期の中ではすでに引退し、機械から離れていた人物である。しかしながら、関東将棋会と関西将棋会が決定的に決裂した神田事件において、仲裁を行い、将棋体制会として再統一を果たし、その功労で名誉名人の称号を送られた、将夜の子として生まれる。年に上京して、 勉学に励んだが病気のために翌年一旦帰省。将棋を本格的に始めて1879年に、再び上京し、八代、伊藤隆院に入門。二段となる。二十歳で四段となり、諸国を満遊1887年に三度上京し、総院のうちで死となる。1888年春六段。 1893年7段。1904年8段。師匠の総員が亡くなった1893年に、現役引退し、実業界に転じる。米国取引の仲介を営みながら、自身も、相場を張った。失敗するたびに場所を変え、1900年に、四日市市に落ち着く。その後株式売買、木材取引、土地開発に着手。 1907年10月、当時の3人の8段である、関根金次郎、井上義尾、小菅の平手対局が、神戸新聞により企画され、関根対井上は関根が3勝1敗とする。この時、小菅は、神戸で高知で、坂田三吉六段と対戦して敗れている。小菅と、関根は対局しないまま、小菅が四日市に戻ってしまい。 翌11月、関根が四日市を訪れて、小菅と対局するが、手合いの話がつかず、互いに、高落ちとする二番勝負を戦い、小菅が二連勝。さらに関根が、高落ち勝手番で戦うが、小菅の勝利。1920年に、当時の三重県一区から第14回衆議院議員総選挙に、立候補して当選し、衆議院議員となったが、一期。 勤めただけで引退している。12世名人の小野護平が死去した1921年に名人に押されたが事態。同年、弟弟子の関根金次郎が13世名人になった。1936年の神田達之助の八段商談をめぐって、将棋界が分裂した、いわゆる神田事件の際に、朝廷の役割を果たし、将棋大政界の結成に尽力。 自ら命名した。同年11月16日に名誉名人の称号を送られた。その数年後、14世名人となって、経営の指導に関わってほしいという意見が、将棋体制会内であったが、小菅が誇示したと、大山康春は記している。1944年3月6日、熱海の別荘で死去。八代、伊藤隆委員の実践集。 将棋名家手合を編集した。実業家としては、四日市鉄道などの創設のほか東海電線、静岡電力、静岡電気鉄道などの役員に名を連ねた。これらの事業は1934年にすべて引退した。地元では、市民病院、公会堂、商工会議所等を建設し、四日市市へ寄付をした。他にも、四日市の港湾整備や、 工業発展に尽力している。また、資材を投じて、米価冒頭に苦しむ人々を救済している。政治家としては、自身の経験から、米価安定が国民経済へ不可欠と考えて、米国専売法を権威するものの、立憲政友会、憲政会の二大政党ではなく小政党に属した、ために通らなかった。日本将棋連盟に所属した。 ぶっこ騎士とは紹介されないものの連盟の騎士系統図においてはその一人となっている。コスが自身の時期弟子として後の将棋連盟所属騎士にも系譜が続いているのは山本くすだけである。山本の弟子には戦中から終戦直後にかけて現役騎士として活躍し引退後は感染記者や連盟会長として将棋界に尽力した加藤二郎がいる。 山本の弟子には、富澤美紀夫もいる。その、加藤の弟子筋には、原田康夫や桜井昇といった、普及活動や、更新育成に、熱心な騎士がおり、小菅門下の系譜の騎士は、他の祖となっている、同世代の騎士と比べて、数は、あまり多くないものの、中田裕樹や飯島栄治、村山寿明など、平成期以降にも一線級の騎士を輩出している。 ありがとうございます。